一騎、紫龍、氷河、春、友という大きすぎる犠牲を払いながら、聖夜はついに教皇の間にたどり着いた。アテナの胸に刺さった黄金の矢を抜くことができるのはサンクチュアリ広しといえども教皇しかいない。残された時間はあとわずか。果たして聖夜は教皇を連れて行き、沙織を、アテナを救うことができるのか。お前が教皇か。聖夜、よくぞここまでたどり着けたな。お前たちこそ真の力と勇気を持ったアテナのセイントだ。冗談に付き合ってる時間はないぜ。アテナに刺さった黄金の矢を抜いてもらう。あんたを力ずくでも連れて行くぞ。聖夜、すまないが私の力でもアテナの胸に刺さった矢を抜くことはできないのだ。今さら言い逃れはさせないぞ。聞きたまえ聖夜。この教皇の間を抜けたアテナ神殿には神話の時代から受け継がれたアテナの巨像が立っている。遥かなる昔、アテナは右手には勝利の女神ニケを、左手には盾を持っていたのだ。いわばその二つこそがアテナの証。そしてアテナが左手に持つ盾、その盾こそがアテナの命を救う力があるのだ。だからアテナ神殿へ早く行け。そしてアテナの盾をアテナの方向へかざすのだ。そうすればアテナの胸に刺さった黄金の矢など跡形もなく消え去る。教皇、大丈夫か。私に構わず早く行くんだ聖夜。ああ、盾を取ったらすぐに戻ってくるからな。待て、誰がアテナの盾など取りに行かせるか。何？教皇の髪の毛の色が変わった。まるで神が悪魔に変身したようだ。ジェミニオ、本当のお前の姿はどっちだ。小僧、お前などに何も分かりはしない。ファイト。アテナは間もなく死ぬ。そうすれば、マイオニスが持ち去った勝利の女神ニケも私のもの。アテナの盾とニケ、かつ揃えば天界のゼウス、海界のポセイドンを抑え、冥界のハーデスさえも抑えるわ。私が直に地上の支配者となるのだ。よせ、もはやこれ以上の罪を重ねる。黙れ、お前さえ嫌げる。私はとっくの昔にこの大地を支配していたのか。なんだ、どこを見ている。受けよう我が剣士だ。この私が聖夜に圧倒されていると。なんだ一体この強烈なコスモは。ジェミニオ、たとえ俺の五感が全て失われたとしてもまだ命の炎は燃えている。五感の全てが失われようと。パーフェクト、ウィナー。負けられない。アテナのためにも。これが俺の実力だ。強い。強すぎる。ダメだ。どうすることもできない。今度こそ息の根を止めてやる。死ね。聖夜。誰だこの私の邪魔をするの。フェニックス一騎。バカな、貴様は釈迦と共に消滅したはず。残念だったな。その釈迦とムーが俺を再びサンクチュアリに呼び戻してくれたのだ。少子な、
今さら死に損ないが一人増えたところで何ができる。二人まとめてあの世に送り届けてくれる。ジェルニ、お前の最後を見せてやろう。今さら死に損ないが一人二人増えたところで何になる。ファイト。一気九死に一生を得たその命を再び捨てに来たのだ。この俺の命などいくらでもくれてやる。聖夜だけは絶対に死なせはせん。フェニックス、貴様は掃除機でも私の邪魔をした。苦しませてから殺してやる。フェニックス幻魔剣、愛ではなく精神の方を砕くまでだ。フェニックス幻魔剣でな。私が大地を支配することがこんなにいけないことや。絶世の邪悪はおる。神々までもがこの大地を狙っているの。人さおりの命を決めては守れず、私こそがこの時代の救世主なのだ。俺はアテナの敵、自らの命を懸けて戦った友のために同じ時代を分かち合い生まれてきた。この羽ばたきよ、フェニックス最大の奥義。ホーリオス転生。ホーリオス、コスモは燃え盛っている。ウィナー、ダジャクナ、フェニックスの羽ばたきを持ってすればたやすいことだ。そろそろ限界のようだな。ここまで戦った貴様に対する褒美だ。しっかりと見届けろ、このジェミニ最大の剣。ガラクシアンエクスプロージョン。セイガは己、アテナ神殿へ向かったか。誰が行かせるか。アテナの盾は絶対に取らせん。もう少しでアテナ像だ。でもさっきまでかすかに見えていたアテナ像まで霞んできた。俺のコスモの炎まで消えようとしているのか。だがまだ俺は死ねない。アテナの盾を沙織さんの方角にかざすまでは。聖夜、聖夜、聖夜、あなたは希望。今すべての人々のあなたは希望。聖夜、聖夜、わずかに残った俺のコスモを。聖夜、消えそうな俺の命を。かすかに残った僕の命を、僕のコスモを、すべて君にあげるから。セイヤ！何？ペガサスが、また、しかもなんだ。セイヤの後ろに浮かぶあのコスモは、ペガサス。いや、ペガサスだけではない。聖夜の後ろに無数のコスモが。聞こえる、友の声が、兄弟の声が、そしてアテナの声が、みんなの声が俺のコスモに響いてくる。俺に勇気と力を与えてくれる。サガよ、お前の最後だ。今こそ邪悪を断つ。この命ある限り、お前を倒す。今度こそ殺してやるぞ、ペガサス。ファイト。ペガサス、天聖剣。もう一度だけでいい。最後を見せてやる。ペガサス、天聖剣。心のコスモよ、奇跡を起こせ。他
てすべてを与えて消し止め見ることの逆だと強化をすることすらできないペガサス、この青を私に戦いを挑もうという。セイヤ、セイヤ、しっかり。セイヤ、立つんだ。セイヤ、頑張るな。セイヤ、頼んだぞ。俺を呼ぶみんなのコスモをはっきりと感じることができる。さが、五感を断たれた俺は何も見えない。ペガサス神聖剣。これで終わりだ。みんな勝った。これが俺の実力だ。ついにジェミニのサガを、諸悪の根源を倒したぞ。アテナ像のあの盾さえかざせば、沙織さんのアテナの命が救えるんだ。おのれ、盾に触らせるか。アテナよ、正義の盾を与えたまえ。沙織さんを、アテナを救え。うわ、アテナ。我らゴールドセイント、残りはわずかになってしまいましたが、あなたを真のアテナとしてお迎えいたします。ご老峰におられる老師からサンクチュアリの増評に至るまで、あなたのもとで地上の正義と平和を守るため戦います。アテナのセイントたちよ、今度は私があなたたちを救う番です。行きましょう、サンクチュアリの頂上へ。私は…サガ、正気に戻ったのですね。アテナ、気づいていましたか、サガ。聖夜の剣があなたの心を支配していた邪悪のコスモに激しい衝撃を与えていたことを。そうだったのですね。彼に感謝しなくては。こうして最後にあなたにお詫びを申し上げることができる。最後。サガ。アテナ、こんなことで私の罪が許されるとは思っておりません。ですが、私にできる贖罪の手段はこの程度しか。この差が許されるのであれば、正義のために生きたかった。差が、差がの心には強い善と悪が混在していました。ですが、最後には本来の善の面が悪を凌駕したのですね。紫龍、氷河、春、一騎、そして聖夜、あなたたちには辛い思いばかりさせてしまいましたね。許してください。しかし、あなたたちのおかげでサンクチュアリにもこの地上にもようやく平和が戻りました。ありがとう、聖夜。あなたたちが戦ったように、私もこれから倒れるまで戦い続けます。地上の正義と平和を守る女神、アテナとして。さあ、どの戦いを紡ぐのかお選びなさい。